運転マナー向上を心がけること、プロドライバーという意識を持ち周囲に迷惑をかけることのないように、します。トラブルはあなたの生活を脅かす結果しか生みません。指定時間に遅れそうな場合、信号や、ごめんなさい、信号無視やスピード違反を繰り返して間に合わせる、これはもう絶対ダメです。で、ここに事前に書いて、書いてあるように事前に、混雑に巻き込まれてしまったとお客様に連絡を入れると。で、遅れるのが悪いのではなく、遅れると知らせないことが悪いです。遅れただけでクレームをもらうことは基本的にありません。あったとしても大事には至りません。今日いらっしゃって来てくださった方から、遅配について前ちょっと質問された方があったと思うんですけども、時間に例えば、今、4時半までに、赤坂まで届けなきゃいけないものがあります。明らかにもう絶対無理です。飛行機で行けば間に合うかもしれませんけども、車ではこう使ってもらえると無理です。そしたら絶対にもう今の時点でも分からない、分かるもので、届けられないことが分かってるわけじゃないですか。そしたらその時点でもお客様に連絡を入れてください。5分前とか10分前で、申し訳ございません。まず最初にお詫びします。大変申し訳ございません。ただいま向かっておりますが、交通渋滞に巻き込まれておりまして、予定の時間が、まあ、何見れば予定の時間分かりますよね、到着時間。で、それより5分か10分、5分じゃないか、10分か15分ぐらい余分に言ってください。17時ぐらいになってしまいます。申し訳ございません、急いでいきますので、どうかご了承してくださいっていう電話さえ入れとけば、お客さん怒らないです。でも、電話も入れない、遅れちゃって時間過ぎてから、すいません、遅れますよ、それはお客さんも怒ります。なので、電話の入れるタイミングだけですよね。で、お客様も車乗って届けてくるの分かってくださるので、渋滞で遅れたことについてはそんなにとにかく言わないと思います。もし言われたとしたら、それはその方の対処の仕方が悪かったと思う。最初の電話が悪かったのか、いきなり最初に遅れていった時に謝らないで物を渡しちゃったのかっていうのもありますんでね。なんでそこは十分に注意をお願いいたします。